はい、ロック福田の腕時計魂。今日は東京江戸川区の花島さん、はい、こちらね1957年に創業、すごい大老舗ですね。ね、老舗だよね、はい、で今日のね企画はね、これもう本当に福田の個人的な思い入れ、コルムのアドミラル、はい、もともとアドミラルズカップっていう名前だったけれども、あれとほら前にも話したけど、アドミラルズカップってヨットをテーマにした、はいはいはい、だからなんていうのかな、だからラグジュアリースポーツウォッチってよく言うけれども、うん、まあその一種だろうなって僕は勝手に思っていて、でとても有名な時計なんだけれども、実のところその歴代のモデルとかって、うん、あんまり知ってるようで知らない、で僕自身も調べても、ね、うん、今一つわからない。でこの花島さんってね、その昔からねそのコルムを扱っていてすごい長くて、はい、だから多分ね日本で一番長いんじゃないのかな。すごいですね。で品揃えも多分日本で一番なのね、ずらっと。そうそう。で今日はそのね権威の方がいらっしゃるので、はい、大御所が、そう、じゃあ話をたっぷり聞きつつ、新作もご紹介していただこうと。日本立て的なね、そう感じですね。ということで、はい、お楽しみにしてください、はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、もう息地引きです。重鎮感がすごい。そんなことございませんので、まだまだでございます。いろいろ教えてください。いや、こちらこそありがとうございます。まあ、もともと1960年に、はい、角型でデビューしてるんで、だから、2020年が、それの、だから60周年お、はい、で、まあ、83年に今のデザインになってるから、はい、来年が40周年ですよ、ね、そうですね、はい、来年か、いいですね、はい、なんか来年出るんですかね。出るんですかね。来年新しいのは、今こちら入ってきておりますけれども、ちょっと、はい、で、まあ、はい、そういうね歴史あるモデルなんで、僕はその前からずっと気になっていたんだけれども、まあこう今一つ勉強が足りないというか、まあ、で、はい、今日はだから、はい、全部説明していただこうというのが、はい、よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします、はい、いやいや、はい、でも早速なんか、いや、そうですね、はい、今のラインナップじゃないですよね、これね。これも貴重なアーカイブですね。そうですね、はい、はい、こちらの、アドミラルズカップに関しては、もう二十数年前にもう購入したタイプでございますね、はい、こちら当時、その当時すごく人気があったガンブルと言われているタイプですね、はい、全部コルムのブルーのところに、まあ、当時ピンクゴールド、イエローゴールド、はい、それとあと中の機械ムーブメントで言いますと、はい、自動巻きとクォーツ、はい、電池のタイプがあるんです、ね、はいはい、今日ちょうどこちらの方に今クォーツのタイプと、はい、こちらの方はちょっと自動巻きのタイプをちょっとお借りしてきましたので、はいはい、あ、本当だ、はい、厚みは若干違うんですね、はい、で当時はスケルトンではなかったと、はい、でちょっとこちら可愛らしいんですけども、はい、色違いなんですけども、ガンブルの白の、これは女性用なんですね。あ、なるほど、はい、ちょっと今よりずっと小ぶりになってしまっているんですけども、国際信号機がちゃんと入っていて、はい、これで何年ぐらいのモデルなんですか。これですと1995年ぐらいのモデルですね。ちょっと話が前後しちゃいましたけど、もともとですからこちら、花島さんで、はい、コルムってやり始めたのっていつぐらいからなんですか。もう35年とか、そのぐらいですかね。私が入社する前からにはもう、そうなんだ、ありましたから、はい、じゃあもう本当に全てをご存知なお店という。そうですね、まあ、日本全国の中からすると一番詳しいかもしれないですね。なるほどね、はい、でもこういう実際のものもあると、すごい、なかなか見られないでしょうねこれは。そうですね、今となってはもうなかなか見ることがないと思いますね。これはどうなったか、社長さんとか河合さんのお持ち物、はい、そうですね、こちらの方は手前どもの社長のコレクションになります。そうなんですね、はい、でちょっと私がこちらの方のちょっとマレというタイプの、すごい、はい、これで1999年に
これ購入したんでも二十何年前のクラシックカーのレベルでございますが、もし差し支えなければよかったら見ててください。これがね、僕ね、今日実機が見られるとは思わなくて、これなんかあの機能みたいのいっぱい書いてあるんですけど、これはそうですね、あの使用の満ち引きとか、そういうの態度グラフが、はい、ついている、まあ、当時はマレという、はい、モデルネームだったんですよね。アドミラルズカップというとヨットのレースですので、はい、これ横の文字はこのそれが限定数ですね、限定数ですね、はい、100分の99って書いてあるようなえ、はい、ではない100分の99ですね、ね、すごいですね。すごい。わあ。これが3種類あったうちの一つですね。なるほど。博物館に。うん、はい。なんかカタログとかもそうなんですね。結構歴代の、はい、ちょっとなかなか倉庫の方から。はい。すごいですね。それ歴代の歴代の広告がねすごい出てるんですね。すごいな、貴重だな。こういう新聞広告まであって、ごめんなさい、整理が悪くて。いやいや、とんでもないです。これ分かりますかね。お、あ、これがもう最初の、はい、うん、あ、最初の近い、これのブレスレットがすごくプレーン、プレーンというか、そうですね、少しそうですね、プレートが角っぽくなっているタイプなんですね。うん、今あのこちらのモデルに関して少し丸みがあるような形になっていて、はいはい、よくあのお客様からネットで見てると、はいはいはい、形が違うんだけれども、間違えて購入してしまってっていうところがあったりとか、ああそうなんですか、同じブレスだと思っていたら全く違うものが届くと、そういう品番を見ないとちょっと失敗してしまったりとか、なるほど、これが分かりやすいですかね。あ、このプレーンで、本当だ本当だ、はい、これがだからそのまあ元々だから、1960年にデビューした時は角型だったんですよね。そうですね、はい、でまあ、うん、アドミラルズカップという名前で、はい、でそれがまあ83年になってその国際信号、国際海洋信号機をモチーフにして、はい、まあ生まれ変わったっていうのの第一弾がこれです。そうです。なるほどね。そうだったんだ。そうです、日本の国旗みたく見えるんですけども、これは国際信号機の1を示すんです。はい、ですから11のとこは11が2つあるという形になっていくと、そうです、はい、ですからこれを、もしお船に乗って、はい、そういうのが見たら、あ、数字で122とかそういうのを分かるような形になってきます。はい、数式と あのアルファベットの文字数も同じく国際信号機にはあるので、うん、そういうのを連なっていくと分かると楽しいですよね。はい、はい、でこの後、まあ、サイズが大きくなったりクロノグラフが出てきたりとか、そうですね、いうことになるわけですね。そうですね、もともとはよく言われていたんですけれども、薄型で、まあ、アドミラルズカップヨットレースなんですけれども、うん、はい、なぜ防水性じゃないのとよく言われたんですけれども、はい、よく考えるとこの時計をつけてヨットに乗るんではなくて、はい、レースを観戦するオーナーさん側です。ああ、なるほどなるほど。ですからスーツを着ながらホテルの上で双眼鏡でシャンパンをとか片手に飲みながら見るオーナーさんがつける、なるほど、それドレスウォッチなんですね。はい、まあ、ね、そうなんです、うん、でそれから先ほどおっしゃった通りデカーツブームというのが2000年後期に出てきて、で大きさのケースが大きくなったり、で多機のクロノグラフだったり、いろんなものが出てきました。まあ、ケースサイズでも今は42が主流ですけれども、はい、45でしたり、はい、まあ、女性用の32だったりというところのモデルも幅広く今回はアドミラルズカップ取りされてますので、はい、なるほど。じゃあこの後最新モデルも、はい、対比がねまた楽しいです ね。ありがとうございます。こちらですね、先ほどご覧いただいたアドミラルズカップの現行復刻モデルという形になります、はい、まあ、ちょっとテープがついたんですけども、はい、ぜひカッチの感じの、この大きさ38ミリという、
ケース。サイズいいね、はい、これがそのガンブルー。そうです、ガンブルーのピンクゴールドの感じの、はい、復刻モデルというか。そうですね、復刻モデルです。しかもこれ日本限定です。あ、そうなんですね。そうですね、そうなんです。わ、すごいいい。素敵、福田さん、はい、おしゃれ、おしゃれです。いいですね、はい、でもまるちゃんのこのサイズいいんじゃない。どうでしょうか、失礼します。あ、日本限定なんですね。そうなんですよ。どうでしょう、今女性の方でも本当38とか40とか大きいサイズをされる方すごく多いんですよ。はい、スポーティーな、しかしエレガントな、すごくいい。この間もあるお客様から、女性の若い子だったんですけども、小さいのがいいのかなと思ってたら大きいのつけてるんですよね。でなんでつけてるのかなと思って聞いたんですよ。そしたらですね、大きいのつけると腕が細く見えると、勉強になりましたってことを言われました。なるほど、はい、福田さんがね、チワワいるとちょっと余計ちっちゃく見える、はい、そういうこと。そうです、正解です。さすが認識が早いですね。いやいやいや、すいませんでした。いやいや、ネタにして、はい、これが38ミリのこのクラフ、はい、でフラッグが先ほどよりも立体的な彫りになってますね。ここがやっぱり進化してきてるかなっていうところですね。はい、こちらの感じですね。はい、でさらにですね、はい、こちらのオープンワークという、はい、AC1 というタイプなんですけれども、これが45、少し大きくなりました。もうなんかかっこいいぞ。なんか前衛的なデザインですね。え、これが何ミリですか？これ45。うわ、すごい、これ。これかっこいいですね。はい、ね、うん。ぜひ。あ、すごい。結構似合いです、うん、お客様。お客様。はい。普通のベルトってよく見ると分かるんですけれども、はい、あの垂直になるんですよ。うん、これはラグの位置から見るとまっすぐストレートに立ち上がるんですね。横が、はい、こうしたら見えるかな。うん、そうですね、こっちの方がいいかな。裏もすごいぞっていう。はい、はい、あとはコルムの42ミリ の、はい、あのチーク材モデル文字盤がですね、はい、まあ、アドミラルズカップヨットのレースなんですけども、はいはい、ヨットの甲板の木をですね、あ、はいはい、文字盤にしたデザインでございます。なるほど、ウッドになってるんですね。はい、好きかもそれ。すごいこれ。はい、でこちらもちょっとスモセコといって6時の位置に秒針を配置しているタイプになります。先ほどの古いタイプといってはまあそうです、38ミリは三針長針が出てたんですけども、これはスモセコタイプといって、42ミリでございます。あ、これもいいぞ。なんかまたいいですね、それね。これダイヤルがちょっとこうなってます。はい、はい、なんかこのあのスモセコの、うんうん、何その手書きではないんですけど、そのこう木目があるからね。そうなんかこういいです ね、はい、そのいいね。自然のものなんで、うん、同じ文字盤がないんですね。ああ、なるほど、はい、なるほど。プリントではないので、うん、だから木のちょっとした感じとか、うん、やっぱり他の同じモデルなんですけどもちょっと違かったりとか、うん、はい、本当いっぱいいろんなタイプがあるんですね。うん、先ほど言ってた同じチーク、こっちはクロノグラフですけども、ちょっとまた木の感じが違う。あ、本当だ、これはクロノグラフ。本当だ。あ、昔のやつは、はい、あの11で縦になったんですけど、うん、はい、今のは11横なんですね、11のところが。そのデザインによってまた違うんですけども、はい、これクロノグラフもいいぞ。お、いいぞ、はい、うん、すいません、ちょっと置かせていただいて、はい、大丈夫です。すごいすごい。あ、これもいいですね。ね、うん、どういいと思う。うん、それと、はい、コールムズとウチットですごい長く、普通これはモデルがないんですけども、はい、特別に花島モデルとしてですね、あ、コンビネーションのブレスをつけてもらいました。あ、これはもうこのお店の限定。はい、そうですね、はい、すごいこれかっこいいぞ。普通は革ベルトなんですね、黒子の革がついてるんですけども。あ、いいやこれ。おお、なんかそれもいいですね、どんどん出てきますね。いっぱいあります。すごい、すごい、これはだからもうショップ限定。そうですね、こちらにしかない。はい、はい、お急ぎください。すごい、お急ぎください。お急ぎください。本当にお急ぎくださいだよね。でもね、
あら、これもいいですね。これ、ごめんなさい、何ミリとおっしゃいましたっけ。こちら42ミリのケースですね、はい、はい、でもこういうのができるのがやっぱり長く、そうですね、普通ですとないで終わってしまうんですけども、うん、ないと言わせないように私たちは頑張っておりますので、お客様のため。さっきお伺いしたら、そのまあ30何年やってらっしゃるって、はい、だからそのまあフォルムを扱ってる、もうハマわりしてるけれども、あ、大木店さんが、はい、ずっとずっと一回も絶やさず、その30何年間、はい、はあ、フォルム一筋、だから一筋というか一筋、はい、日本で一番だから、そうですね、長く長く、はい、お付き合いがやってます、はい、こんなにいっぱいコルムが並ぶお店も他にないんです、うん、はい、じゃあここに来ないとね、コルム付き合いめがけて、だからよく、はい、県外まで出張に、はい、あの必要があれば、私を必要としているお客様がおられれば、まあ、行きます、はい、お邪魔しに行きます。お電話の問い合わせとかあると、はいはい、あの実況を見た方がいいっていうんで、まあ、お休み返上で行きます。全国駆けつけて、すごいですね。今なかなかコロナで行けないんですけれども、行けるチャンスがあればお邪魔できればなと。なんか先ほどだって、え、仙台に日帰りで行ったって。仙台日帰りでございます。しかもお休みの日ですよね、ご自身の。そうです、次の日仕事ですので、日帰りで。お疲れ様でございます、はい、お客様が喜んでくださるんですよ、はい、それが一番ですよね。まあ、それはブレスレットもできるわけだ。そう、はい、そうです。はい、だからコルンが欲しくなったら、もう河合さんに、はい、お電話いただければ、はい、できる限りのことはさせていただきます、はい、で、まあ、まだあるんですよね。まだあるんですか。まだちょっと、はい、お、ちょっとスポーツ、夏に向けての。お、かっこいいですね。あ、それもかっこいい。すごいすごい。え、そんなのあるんですか。そうです、白のラバーで。うわ、すごい。これ日本に2つか3本かしか入ってないですね。これなんかすごいおしゃれだね。おしゃれです。へー、文字盤が柄に見えるんですけど、はいはい、これ実はカレンダーなんです。ですね、はい、今日のお洋服にいかがでしょう。あ、すごいすごいおしゃれ、はい、じゃん、うん、いいね、これ素敵ですね。はい、はい、感じに、ちょっとあの花島さんのゴージャスな感じに、私ちょっとカジュアルすぎや、はい、あの感じだったんですけど、いえいえ大丈夫、時計のイメージに、はい、あの私これ万華鏡みたいだなと思うんですけど、いかがですか。いや、でも綺麗じゃないですか。すごく綺麗ですよね、はい、すごくいい、モダンな感じで、モダンな感じ、かっこいいですね。これ女性がしてもきっとかっこいいですよね。そうですね、はい、ね、暖かくなってくると ね、これね、夏場とかしてると大活躍ですね。すごいかっこいいだろうな、おしゃれを、はい、うーん、これと一緒に旅に出たいです ね、はい、ちなみにこれはカラーはこの白黒、はい、これ黒ではなくてこれブルーなんですよ。あ、ブルー、そうなんですか。ブルーなんですよ。本当だ。黒く見えるんですけどブルーなんですよ。あ、本当だ、それがまたおしゃれだ、はい、だからいわゆるさっきおっしゃったガンブルー、そうです、うわおしゃれだ、ガンブルー&ホワイトなんだ。あ、本当だ、こうやってやると黒と全然違うと思います。あ、本当だ、黒べると分かるんですよね。そうですね、はい、さらにおしゃれな感じが、はい、すごい、ホワイトラバーと、すごいですね。もう一つだけ大丈夫ですか。もう一つ、はい、スペシャルモデルが、あ、これはもう、これはもうちょっと女性の、眩しい、こちらの方がお似合いになるかなと思ったんで、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ恐れ入ります、はい、とっておきの、ます、え、それダイヤルすごいね。すごい、これ MOP ですか。文字盤は MOP はですね、わざと切り目を入れてクラッシュさせて、はい、で貼り合わせて、なるほど、ちょっとそれで全然違う。あ、すごい、あの国際海洋信号バターも全部こう、はい、何シルバー色というか、ちょっとシックになって、はい、はい、そう、でもその MOP の使い方初めて見たかもしれない。そうですね、いいですね、これかっこいい、モザイクみたいな、はい、そうです、うん、で周りのダイヤも綺麗なんで、うん、はい、なんかこれは黒いドレスとかでつけてもすごく素敵でしょうね、はい、でも今日みたいなね、すごく感じな感じで、はい、うん、いや、なんかあのすごく下世話な話なんですけど、うん、今日お金持ってそうに見えると思うな、うん、これつけてたら、うん、とってもいやという意味ですごく素敵な一本です、うん、いいと思う、はい、はい、では恒例のまるちゃんの一本、どうしよう、責任重大な感じですね、今日ね、今日この7本の中から、はい、はい、これ何分あの選ぶ時間いただけますかねとか言って、はい、いや、でも今日決めました、はい、あの
今日歴史をやっぱりご紹介いただいて、はい、ガンブルーって言えるのは、はい、コルムだけなんだよってお話と、うん、やっぱりその復刻したということで、はい、こちらの一番何でしょう定番というか、では本日の丸山の一本はアドミラルの38ミリでした。ね、どんな格好にも結果合わせやすくて、今日とか本当に普通につけて帰りたいです、うん、あ、買わないですよ、買わないですけどありがとうございます、はい、思わず買わないって買えないですけど、いやいや、はい、大丈夫です、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、いやいっぱい見せていただきましたね、うん、なんか今日はまたちょっとその銀座の並木通り的ないつもの感じとも違って、うん、すごく楽しい、うん、ちょっと大人の社会が見学的ないやいや、でもやっぱり歴史あるお店でこう見せていただくっていいですね、うん、なんかこう河合さんとお話するのすごい楽しかったです、うん、でどうだったそのアドミラルの、いやでもあんなに私歴史があるものだって知らなかったんです、うん、その海洋信号旗の話とかは教えていただいて、もともとすごく好きなブランドではあるんですけど、うん、ますますなんかこういいなと、ね、あの MOP のねこのモザイクのやつとかね、はい、素敵だったよね、うん、ちょっといろいろ危なかったですね、そうね、もう少しで買いそうになっててそうそう、ということで、こういうふうになんだろうモデルをね、うんうん、深掘りするとかっていう企画もこれからやっていきたいんで、まあ、あのブランドとかあのモデルとか興味あるよとか、あそこのお店行ってほしいとかっていうことがあれば、どしどしリクエストください、はい、あの私のインスタ の, あの DM でも構いません。じゃあまた次回も、今日はねほら乾杯して、あ、そうです、いただいたんでしょ、はい、これ乾杯では、じゃあ乾杯、じゃあねー、じゃん。